お疲れ様でした。守備は上々でしたね。ほう、気分上々レイ。本陣を守っただけで合戦場を離れていいのか。確かに。当然歴史の修復はまだできていません。ですが闇雲に動かず一つずつ対処しましょう。なるほどね、丁寧に。全ては指示通り進めてくれということかな。随分慎重なんだな。ほえ。だが。だが。この通り体調ははっきりしない。だから勝手に言わせてもらうが、俺たちの本丸の状況は芳しくない。政府の支援がなければ永劫に漂流状態だ。本丸が結構調子悪いってこと？この働きで俺の処遇だけでも考え直してほしいかな。是が非でも成功させると政府に伝えてくれ。なるほど。お前は手のかかるやつだなって思ってるのかな。みんな漂い続けることがいいとは思っていない。俺たちが今結果を出すしかないのも分かっている。うん、そうだな。でどうする？うわっ、グーの根も出ない。今後指示は主からのものだと思って進める。命令のままに。これでいいだろう。はい、結構です。そうなんですか。引き続きよろしくお願いします。よろしくっす。その心意気で頼むよ。三日月たちにもよく伝えておいてくれ、隊長としてね。もしかしてできる部下ってこと？わかった。いいじゃん。ちょっと長儀の言う通りだな。心して望んでもらいたいもんだ。おお、隊長。確かに主がいない僕たちがこの本丸を守るにはどんな命令だろうがやるしかないだろうね。報告受けたまわったぞ。引き続きよろしく頼む。一番お兄さんって感じですね。お疲れ様。わっいやいや、すまんすまん。あんまりにも悲壮な顔してるもんだからさ、ついな。まあ気楽にやるのがいいのさ、こういうのは。うわー、いいね。久々の戦い、結構じゃないか。なんなら変わってほしいくらいだぜ。へえ。あ、言ってたな、なんか前も。どいつもこいつもやはり俺には。本丸に配置していた刀剣男子によって本丸の団結が強まりました。経験値や絆が溜まったり、小判や素材を獲得できたりするほか、本丸レベルが上がっていきますよ。おお、あ、なんかめっちゃ料理うまそう、この人。切りますよ。めっちゃ料理上手そうじゃない。この後ろの具材から見て多分今日作るのはポトフだと思います。では。ああ、いいね。さて、皆への報告が済んだなら調査継続と行こうか。現在第2話ですね。ああ、今之助、次は何をすればいい？説明の簡略化のため、この調査ではあえて義士、正史と言わせていただきますが、備中高松城の戦いでは水攻め策の成否が鍵です。堤防の破壊を防ぎ、生死の流れに戻してください。ほえ、オッケー、任しとけ。堤防、投影された映像にあったものか。確か指揮官がいたような。黒田官兵衛でしょ。岡田純一じゃん。はい、堤防建設を指揮するのは天才軍師黒田官兵衛。羽柴秀吉にとっては欠かせない右腕です。早速要所じゃないか。気を抜かずに行きたいものだね。行きましょうよ。ああ、分かってる。新たな流れが検知されました。ほい。ということで堤防戦行きましょう。今回は国広さんじゃなくて長儀さんで行きましょうか、ね、なるほど。ああ。待たせたな。
お前たちの死が来たぞ。堤防を破壊して水攻めを阻止するか。いかにも時間差行軍好みの力をしだ。すでに戦闘が始まっている。急ぐぞ。急いでね。やる気が出たようで何よりだ。まずね、こうちょっと操作感に慣れていきましょう。こんな感じで。あ、多分こことかぶっ壊すと何もない、何もないのか。まさかと思いますが。あ、なんか暴れてる暴れてる雲みたいなのが。やってやんぞ。化け物どもの狙いは我らではない。包みを防衛せよ。ほえ。この状況で指揮を取るとは、さすがは黒田官兵衛といったところか。そうね。あと雲の描写っていうのは、あの描き方が水墨画っぽい。なんと。だがすでに堤防は何箇所か脆くなっている。長くは持たないぞ。すいませんね、日本史やってなくて。まず堤防の何すれ、何すれいいんだ。とりあえずそうだ、堤防にダメージを与えないように。堤防に与えないようにこう時間速報軍をぶったぶったぶった切ればいいのかな。堤防に絡みついているのはマスか。こんな風に育つのか。敵の増援と、なんだあれは。空間が歪んでいるのか。おいおい、マジかよ。時空の歪み、時間速報軍の侵入口です。まずはあそこを塞いでください。これはガバガバだな。時空の歪みから次々に時間速報軍が出現します。時空の歪みには時間速報軍の中にいる強敵を倒すと消滅するものと、強敵がおらず時間速報軍を出現し続けるものがあります。無限湧きと強、あー、オッケー。速やかに済ませよう。ぶった切ってやる。敵に死を与えたい。かっけえ。かっこいい。あいつらも全部切ればいい。もうしっかり倒すよ。時空の歪みごと切ってあげよう。めちゃめちゃ敵の数が多すぎる。めっちゃ多いじゃん。何か手を打たなくては。押し切られるぞ。本当にね、押し切り萌え。あどり。相当必殺の使用を許可。二振りは連携し、力を解放してください。おい、これ激アツなやつ来たんじゃない？聞き覚えはないが、まあ聞いたか偽物くん。俺に合わせてもらおう。相当連携ゲージが溜まった状態で ZL を押すと相当連携が発動します。相当連携時は無敵となりアクションも変化します。そして相当かっこいいです。相当連携発動中はゲージが徐々に減少します。再度 ZL を押すと使用を中断できます。途中で A を押すとゲージが0になると相当必殺が発動します。相当強くて相当かっこいいです。相当遠くない未来に見れます。皆さんお待ちください。切りますよ。相当連携ゲージはバディ連撃で敵を攻撃すると溜まりやすくなります。溜まったゲージは同じ章の中では刀剣乱視を変更しても次の戦闘に引き継がれ、おお、出現と再戦で共有されます。はいはいはい、はい、準備はできた。終わらせるか。分かっている。ほんなら一気に行こうか。好機だな。俺も行く。だって倒れろ。終わったな。ドア。やばい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 。やばいな。
速やかに済ませようか。ぶった切ってやる。敵に死を与えた。さて、任務完了。俺の切れ味はこんなものではない。やっばかっ、なんかかっこいいを摂取しすぎた今。はなんやねん、あの二人の技。後ろの兵士がフレーム一線でめっちゃ気になる。時間素行軍の侵入経路は全て潰したかな。黒田官兵衛が俺たちを見ている。早めにここを出た方が良さそうだな。ふう、調査完了。心臓に悪いです、イケメンは。やっぱり見事でした。山ん切国広、山ん切長義、連携による力の解放もできるようになりましたね。そうですね。しらじらしいな。いきなりなんだあれは。うん、私もそう思った。俺たちに何をした。確かに手助けを施さなければあれほどの多勢を相手に勝てないでしょ。煽られてるやん。聞いてる。仕方ない、必要に応じて連携するか。俺の足を引っ張らないでくれよ、偽物くん。それが連携する態度か。仲良しなんじゃない二人。待ってくれ。また強くなるか。おお、なるほどね。ここに入れておけば勝手に強くなるのか。はあ、便利でねございますよ。よろしいですか。強敵との戦いに備え、素材を使って刀剣男子を強化しましょう。次の戦いに備えてまた強くなるか。強化したい刀剣男子を選ぶと強化メニューが表示されます。強化メニューの能力解放で刀剣男子の能力を強化できますよ。強化する刀剣男子を選んでください。もちろんね。うん、ヒューガ君じゃ。流れ流れてやってきた僕がヒューガ正宗さん。ほい、能力解放。能力解放では素材を使って刀剣男子を強化します。同じ階層内の能力は好きな順で解放できます。素材があれば複数の能力をまとめて解放できますよ。能力、中央の能力は同じ階層の他の能力を全て解放すると解放できるようになります。最初の階層の能力を全て解放すると次の階層の能力を解放できますよ、ということで、ビンゴ形式ではないらしいです。お聞きください。はい、喋ってください。強攻撃ご注目を。おい、新しい力だよ。おお、強攻撃を装着しましょう。新しく覚えた強攻撃は各ボタンにセットすることで戦闘中に使えるようになります。使いたい技をセットしてカスタマイズしましょう。お聞きください。空いてる枠を選びましょう。怖いで。お聞きください。はい、こんな感じかな。いいじゃない。よろしいですか。次の戦いで新たな強攻撃が使えます。このように刀剣男子を強化していきましょう。カスタマイズできるってこと、いいじゃん。で、LR を押すと多分刀剣男子が変わるんだよね。なんと、ほう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 。な、先ほどね使った国広さんにもちょっとね強攻撃を与えてみましょうか。使いこなせればいいな。うん、いいんじゃない。狙われた堤防への出陣が完了したため、山ん国広と山ん長義の絆会話が解放されました。階層はこれまでの物語で好きな楽曲音声鑑賞できるよ。なんと特別任務か。特別任務で多くの敵を倒す刀剣男子の絆レベルを上げるなど様々なお題が用意されています。クリアすると刀剣男子の特別な音声を獲得できますよ。獲得した音声は階層で聞けます。全48種のお題をクリア目指しましょう。
待ってくれ。おっと、だいぶやってたな。クリアゲッター的なことか。はい、わかった。第3幕。堤防は破壊されずに済んだ。水攻め策はこれでなるはずだな。うん。いいえ、演算結果は未だ義士の流れのままですよ。時間素行軍はまだ策を持っていますが、残念ながら次の2つの地点は戦場の詳細分析ができていません。何？なんか情報でもなんかブロックされてるわけ？合戦場をくまなく探ってください。分析が進めば調査完了への道が開けるでしょう。足で稼げってことか。いきなり難度が上がったな。まあ時間素行軍との知恵比べなら望むところだよ。まあ任せな。新たな流れが検知されました。戦場の中には情報が不十分な未解析戦場があります。指名された敵を倒すだけでは調査完了できませんので、手がかりを見つけてね。覗きですって。人肌脱ぎましょう。とりあえず厄介な援軍スタート。毛利の援軍が到着し加勢し始めたか。生死とはまるで違う流れだな。そうだね。どうにも時間素行軍側に都合が良すぎる展開だ。うん。毛利はおそらく時間素行軍の干渉を受けたのでしょう。なんかけど毛利好きな人にとっちゃね、敵役っぽくさせられてちょっとしょんぼりって感じじゃない。干渉を受けた。ほう。転送された情報を見る限り、時間素行軍は将たちを自軍に取り込み手足としています。使われてるってこと？ピトーみたいな感じ？ハンターハンターの。目を覚まさせるためにも操られている将兵も時間素行軍同様倒す必要があるでしょう。こんのすけハイテクすぎん。人間を相手に戦えということか。兵士の存在は歴史に関わるぞ。うん。無差別に切り伏せるわけにはいかない。よく考えて対処しよう。ちょっと大変そう。ちょっと大変な戦いになりそうだね。未解析戦場では戦場を解析して隠された重要情報を明らかにする必要があります。解析率を最大にすることで重要情報が明らかになります場合ということで、戦場に隠された場所を調査するなどして解析率を上げましょう。なんと毛利軍の武将を撃破するということです。では行きましょう。ヤマンバ大事だ。俺の仕事じゃない。そうなん。解析解析。毛利に時間素行軍の干渉を受けた者がいる。そいつを正気に戻せばいいんだ。干渉を受けたのは指揮権を持つ者。将以外の奴らに構う必要はないだろう。我々は頼もしい味方を得た。行け、織田軍を踏み潰すのだ。時間素行軍と一緒になって戦うとは、少しお灸を据えてあげよう。なんかマジで戦国武装、戦国武装な感じ。ここら辺はなんか戦国武装っていい感じの塩梅にしてるんかな。ガードしてやがる。マラ領事だな。これで正気に戻るかな。他の将を探すぞ。はいよ。マップ自体はまさかと思います。これでいや、マップもなんか違う可能性もあるよね。こんのすけマップが結構頼りになってますよ。そんなことはないか。じゃあ行きましょう。おお、なぜ態度を変えたのだ。あ、JK はどこにいる。あの JK って言った今。今度は JK はどこにいる。俺を写しと侮ったこと後悔させてやる。おい、切る。容赦ないな人間に。俺は偽物なんかじゃない。うい、これで二人。あと一人でも叩けばおとなしく撤退してくれるだろう。まあそんな感じね。だが毛利軍の士気は高いままだ。残る将を倒すだけで収まるのか。多分なんか洗脳してるやつがいるよ。
これより先は戦場の解析が不十分です。よって戦闘を中断します。解析率を最大にする前にクリアしてしまうと調査不十分で失敗となるため注意しましょう。撃破したり到達することで調査失敗になる対象には、あ、なんか変なマークがつくよ。解析中は紺之助も刀剣男子も先導することができなくなります。戦場の様子や会話を注意深く観察しましょう。会話は情報のログで後で確認もできる。解析対象に近づくと紺之助に電球アイコンが表示されます。最初に近づくにつれ電球がより光るので解析の鍵としましょう。え、何？なんか謎解きをと思ってた。あとは何とかしろということか。随分な案内役もいたもん。随分だな。多分こっちだな。こっち行ってみよう。ここら辺とか怪しくない？ちゃうわ。お、人気がないな。ここでしょ。引き返すべきだろうか。こいつどうかな。寄り道が当たりを引くこともあるかもしれない。来た。時間速攻軍。先へ行かせません。なるほどね。時間速攻軍の巣があるわけがここに。今 70% 近くなんで、あと 25% をね、しっかり解析していくよ。なんかね、時間速攻軍をぶっ倒せばね、溜まってるみたいな感じかもね。押しにくいな、ワイル。あ、来た！お前たち、あやつらを止めるのだ！ 100% 来たよ。生還を続けられなくなって出てきた。戦場の解析が完了しました。戦闘を再開します。ゼロ距離だ。俺を撃つ人を侮ったこと後悔させてやる。後悔しな。キル。うん。おいや。俺は偽物なんかじゃない。バチンとね。もう隠れている奴はいなそうだ。残りの武将も片付けるか。そうだね。残りも行きましょう。じゃあ大暴れしまーす。ガードするな結構。助け立ちに感謝するぞ。別に味方をしているわけじゃない。俺たちにも目的があるだけだ。おーい、なるほどね。技も強化しないと直線とかのその他のやつは出てこないんか。結構容赦ねえな。ソラ、任務が終わったぞ。レベルアップ。うつしならこの程度かな。お、絆ももうちょいでレベル3じゃん。なぜ我々は織田方へ攻め込んだのか。急いで引け。黒田に使者を送る。お、皆正気を取り戻したようだな。これで歴史は元の流れに戻るだろう。いいんじゃない。ああ、俺たちも騎乗するとしよう。帰りましょう。調査完了。